親愛なる光の存在たちよ、ご挨拶します。私はセントジャーメインです。私は愛と真実の変容とスピリチュアルな魔法を持って、この時、あなた方に奉仕するためにここに来ました。私はあなた方が日々の現実の中で創造主と呼吸を合わせ、あなた方の存在の多次元におけるすべての存在と呼吸を合わせることができるよう、あなた方に沈黙のひとときを過ごす時間を設けることをお勧めしたいと思っています。この目的は、あなたの存在とエネルギーのバランスを整えることです。そうすることで、あなたのエネルギーの流れと、創造主からのエネルギーを受け取る力がバランスされ、あなたに必要なものがもたらされます。あなたは、アセンションのこの段階で、自分の存在を育み、栄養を与えるために何が必要でしょうか？アセンションの次のステップを踏み出すために必要なものは何でしょうか？それは、つまり、この沈黙のひとときとは、あなたと他の人とでは全く違うものになり、また、その度にそれぞれが違うものを得ることができるということです。スピリチュアルな成長では、自分にとって必要なものを受け取ることが重要なのです。マインドは美しいパターンやアイデア、また制限をも作り出し、時として必要な道や必要な理解、明晰さから目をそらすこともあります。創造主の宇宙と呼吸を合わせ、自分の全存在と呼吸を合わせるという沈黙のひとときを過ごすことで、あなたは自分自身のバランスを整え、必要なものすべてを受け取ることができるようになります。自分が欲しいものではなく、自分が必要としているものを受け取るのです。地球上のすべての存在が同時に立ち止まり、この練習を達成したならば、それがどれだけパワフルなものになるか、あなたは想像できますか？すべての存在が自分のアセンションと自分の現実を支援するために必要なものを受け取ることができるのです。つまり、集合体として誰もが必要なものを受け取ることができるということです。そうなると、とてもパワフルなシフトになります。アセンションのシフトとエネルギーの波が宇宙と創造主のコアから流れるとき、宇宙の中にいるすべての存在たちが内側の次元でこのようなことを達成します。この時、あなたは、創造主と創造主であるすべてのものと呼吸を合わせ、沈黙のひとときを過ごすことで、自らを養い、維持するために必要なものを、すべて受け取ることができるのです。ですから、私、セントジャーメインは、あなたの現実で同様のことを達成するよう、あなたを招待します。まず第一に、沈黙という言葉は非常に誤解を招きやすいものです。今この瞬間を真に表現する言葉はないようです。おそらく最も適切な表現は、創造主のすべてと共にあるプレゼンスの瞬間、あるいはあなたが必要とするものを受け取る瞬間などでしょう。沈黙という言葉を使うと、音を小さくして、心の中で何も考えず、周囲を静かにする必要があるように思われがちですが、そうではありません。地球上の人々が自分の内側を見つめるという沈黙の時間を持つことは、よく知られた理解です。これは、あなたの思考が沈黙する必要はなく、あなたの外側の現実も沈黙する必要がないということを知っておいてください。それは単に自分の内側に入り、つながるためのひとときなのです。
次に、自分に必要なものに対して、オープンであることは、地球上の人々に欠けているものです。多くの人は、自分が必要だと思うものを押し通しますが、創造主からの、自分にとってふさわしいと感じるものを、そのまま素直に受け入れる人は、ごくわずかです。また、時には、受け取るプロセスにおいて、数多くのブロックが存在している場合もあります。創造主があなたと分かち合いたいと望んでいるものを、あなたはすべて受け取ることができます。それを本当に受け取り、それを実際に体現し、自分の存在に取り込み、自分に役立つように使うことができると、あなたは信じていますか？単に意図を設定するだけで、このプロセスはより簡単に達成することができるのです。あなたに与えられているものが何なのか理解できなくても構いません。マインドで理解する必要は基本的にはありません。ですから、私、セントジャーメインはあなたに一日に数回自分の存在の内側に集中し、深い呼吸をし、あなたの現実とアセンションのこの段階で必要なものをすべて受け取ることができるように問いかけるための時間を設けることをお勧めします。そして、あなたの存在におけるすべてのレベル、すべての層、そしてもちろんあなたの肉体とあなたの全存在を、つまりあなたのディバインセルフを同じリズムで呼吸するように意図してください。あるいはそう求めてください。そして、それが適切であると感じるときに、創造主の宇宙との時間を取り、リズムに合わせて呼吸するように頼んでみてください。そして、ただ単に、その深い呼吸を続けてください。あなたの呼吸に焦点を当てると、特定のインスピレーション、意識、ビジョン、シンボル、色、思考、または感覚があなたの意識に来るかもしれません。そして、ただそれらを観察し、あなたの呼吸に意識を戻します。これは極めて有益なプロセスです。これは、私があなた方と分かち合いたい、洞察と想起のための特別な贈り物なのです。あなたに感謝の意を表します。私はセントジャーメインです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。